はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、こちらはね、生後11日だったかな。うん、そうですね、生後11日の赤ちゃんハムスター 8人兄弟の、様子なんですけれども、人参ね、お母さんにあげたんですけど、それをね、あまりを赤ちゃんがもしもしっておかしいな、むしゃむしゃ食べてます。いや、かわいいな。もうちょっとで、あと1日2日ぐらいでね。おお、すごい歩いてる。あと1日2日で目が開くかな。で、みんなね、だいぶ歩けるようになって、未熟児もいなさそう。みんなね、均等に大きくなってきてるような感じに見えます。はい、どうでしょう。普通に歩いていってるね。元気です、みんな元気です。で、今は人参なんですけどね、乾燥した虫、小動物用の餌で売られてたんですけど、それをねあげると赤ちゃんたちもね、美味しそうに食べてました。本来ならね、お母さんのね、こう栄養補給にね、ちょっとカロリーの多めのものを与えようと思って買ってるんですけど、赤ちゃんたちも食べてました。はい、元気に走り回ってね、もっとね、お目目パッチリになる日が近いと思いますので、ぜひとも気になる方はね、チャンネル登録して、またこれからも、この子たちを見守ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。